再び立つのは億劫よな。雑種。報告します。はあ？
伝達します。まさか。キューブにしません。このまま迷宮の壁に押し込めるだけです。来るな。壁に押しつぶされるなんてお父さんたちと同じだよ。
そんなつもりじゃ。ごめんなさい。私、皮膚感覚が強くて、触られるの慣れてなくて。私の秘密を取得したんですね。恥ずかしいけど嬉しいです。私を理解しようとしてくれているんですよね。SG も記憶を取ろうとしたことも許します。だから手を、体より先に手を握ってほしいです。お願いします。誘いに乗るなよ。邪気がなくとも存在自体が悪である生き物もいる。あれはその類だ。だそうだ。諦めよ、パッションリップ。貴様の思いは永遠に報われん。そんな、私はただあなたに見てほしくて、見ているだけで幸せで、あなただけは違ったんです。みんなが怖がる私に優しく声をかけてくれたのに。なのにどうして今さら私を怖がるんですか。どうして触れさせてもくれないんですか。ひどい、ひどいです。これならいっそ初めから嫌ってくれた方がよかった。初めからみんなと同じように見ないふりをしてくれた方がずっとよかった。許せない、許しません。あなたは誰より残酷です。報いを受けてください。あなたはもうどこにも行けません。この迷宮から先には行かせません。たとえ私が石になっても、あなたはずっと私の迷宮の虜なんです。
ルターエゴがレリーフに。予想の範疇とはいえ厄介な事態になりましたね。ですがこれでシールドは消え去りました。ミス・カリギリを救出してからこちらに帰投してください。レリーフの中対パッションリップ戦の対策はその後にするとしましょう。ああ、この先に僕たちの記憶あるっすよ。本当？やった、回収して。これで脱出も楽になるわ。ジナコもお疲れ様。予定とは違っちゃったけど、結果良ければ全てよしってね。レオが謝りたいって言ってるから早く戻ってきて。西洋財閥のトップが頭を下げるなんてレアもレアで。ジナコ？いいっす。全部無駄っす。僕たちはここから出られない。ううん。出てもいいことなんて何もない。初めから、私たちに未来なんてありはしなかったんだってば！いえ、ジナコさんの反応はありません。強引な転移のため彼女は迷宮内のどこかにランダム転送されたようです。手間のかかる女だ。レオ、いいな？もちろんです。ジナコさんの探索と救出よろしくお願いします、兄さん。そういうことだ。ジナコ・カリギリは任せろ。お前は記憶データを回収し生徒会室に戻れ。命令だぞ。王の帰還だ。宴の一つも用意しておろうな。